本当に今日は苦手なテーマ。書いてるところを書いたので、それに合わせた仕上がりを予想しながら書いていった方が想像力は膨らむかな。靴出した。何の靴なんだ。よろしくお願いします。毎度今回は靴挑戦します。で、どんな靴がいいですか。男性用女性用あるし、あの簡単な靴を書いてみましょうか。簡単なスニーカー、スニーカー書きましょうか。はい、書けるかな。まずはどうしようかな。足の大体な形を決めて、いつも忘れていることは足の下結構厚みが、ああそうこの辺少しだけ出っ張るんだよね。こんな感じ、線の引き方次第で、あのその素材の感じとかも感じられるようになって、確かにこれは布製だなとか。ちょっと間違えたことは、多分これはカンバス、スニーカーっていうよりカンバスって感じですね。あ、まあそれでも、まあ、紐がついてて結べるような運動靴だよ。確かに本当に今日は苦手なテーマ選びましたね。紐はどうなるんだ。ちょっと結ぶのは難しいから、とりあえずプロバージョンが見えるまで。マジックテープという手もあったんだけどな。それにすればよかったな。自分の靴はこんなに綺麗に結んでないけど。他にはあれがあったら説得力があるんだなっていうのが一つあるんですけどね。書き方よくわからないんですけど、こうなるかな。実践書いてみます、はい、滑りやすい靴作りました気がする。YouTube で見たことあるかわからないんですけど、本物をなんか見ながら鉛筆で描く、本当にリアル的な絵を描いた。まあ、世の中には本当才能の、ね、塊のような人がいっぱいいますからね。いっぱいいます。まあ、私そういう絵を描くのは目指してないんだけど、まあ、所詮アニメはアニメの描き方でしかないんですけどね。みんなが描きやすいようなデザインで描くっていうだけで。そうですね、それはアニメーションの魅力見て、あ、自分でも描けるかなとなるのは大事。本当はどんなレベルでも描いてほしいよね、自分の漫画とか自分のアニメーションとか。もう好きで描くのが一番だから。一番だよね。仕事で描くとなるとめちゃくちゃ辛かったりするんですよ。はい、完成です。はい、靴でした。何の靴なんだ。ここまで書いていったら金具をつけていけば。やっぱり細部まで書くときは裏側、これを書いていってもいいし。はい、こんなんでどうでしょうか。すごい、本当に線の形で素材がわかる。私はなんかプラスチック用な靴が作ってしまったらしい。で、あとこの下でこういうデコボコスパイクのパターンと、こういうパターンがあって、断面を見てみると、ソールがあったらこんな断面じゃないですか。それをこれで表現してる。ああ、特にスニーカーですね、こういう風に、まあ、足にフィットしてるから、俯瞰で見てるし、こうなるんですよね、はい、これを描くと描かないとじゃあ説得力が違うんで。あとは、まあ、デザインかもしれないけど、私こういうこの前の部分上に来てる、これは上にある、これは下、これカバーしている。あとは
硬いですね紐、うん、紐の結び目なんていうのはね適当に線引いちゃってもそれらしく見えるでしょ。そういう風に描けばあそうですね。いろいろ見てみると結構かかとのあたりとかあ縫い目があったりもう一枚布が当たってたりするんで、あとっても小さいなポイントだけどよれたところこれだけでこれだけで本当に立体感が出るんですね。こういうのも立体感を表現するには助かる。シェーディングがないとこれはどれくらい丸くなるかわからないよね。結構最近のスニーカーだと前の方までこれグッとね来てますよね。ソールの部分がもうここまで来ちゃってるのが結構こういうデザインが多いので、まあ、スニーカーの描き方ではないんですけどこう厚みを持って回り込んでるように描くと、ああそうですね、やっぱりあの履いてるところを描いたのでそれに合わせた仕上がりを予想しながら描いていった方が想像力が膨らむかなと。そうですね。あとこれ縫い目、あそうですね、あの一直線の線で描くとそんなに説得力がないんですけど途切れ途切れ描くとそれっぽく見えるでしょこれ覚えときます。紐の描き方、うん、最初はこういうまっすぐな線を描いて、はい、その下にクリスクロスのパターンを描いて、うんすればそんな感じ。お手軽だけど効果的な描き方ですいいですね。特にアニメーションにいい描き方ですか、はい、何枚何枚同じものを描かないといけないならそうですねできるだけシンプルなデザインがいいですね。ではぜひ皆さん靴の描き方をパワーアップしましょう、うん、ありがとうございます、うん、ありがとうございました。